これは、どこらかね、ここは妙見か。妙見。妙見の三番池です。はい。今日は29日、8月の29日。何回選別だから。5回目になります。5回目です、ね。5回目の選別です。ここは小林さんが管理している池です。頭が上がりました。これがナンバーワンです。後でよくご紹介しますね。これがナンバーワンだと思います。後でご紹介します。小さくても模様替えのがいっぱいいます。あと1、2、3、4、5、これは個性的でいいですね。6、7、7、8、9、10、11、12、12、13、14、15、16。こんなにいっぱいあります。嬉しいですね。はい、いいですか。ざっとこんな感じですね。はい、いいですか。これがいいと思います、私は。色がいいですよ、質がいいですよ。質がいいですね。また頭がいました。頭は2本いないはずなんですけど、今日は2本います。ただこれはちょっと今すぐ品評会というわけにはいかないですね。これいいですね。はい。数忘れてしまった。今8決めてるよ。だいたい80ぐらいなんだ。全部で80ぐらいですよ、ね。そうか、うん。すぐ忘れちゃう。はい、これはまあこんなですね。いい出来だと思いますよ、これは。はい、いいですか。いいですか。これも個性的でいいね、この声。この声個性的でいいじゃないですか。大体私はオーソドックスよりも個性的な声が好きなんです。ニシキゴイはほら全部ね、声が自然の天然模様だから、はい、個性美が楽しいと思うんだよな。絵に描いたような声よりも個性が強い声の方が私は楽しいですね。でもまあ絵に描いたような子がいっぱいいるんだわ、今回特に。ちょっとこの池小林さん過去最高の出来じゃないですか。模様はいくらでも出ましたね。こっちだっていいですか。過去最高。過去最高だよこれ。今年は非常に出来がいいと思います。
これだってここに墨が出てくればとっても良くなるよ、うん、これ真ん中に墨がぐっと出てくれば素晴らしい、はい、ね、今大きさも大体ね一定してるし、はい、はい、じゃあこれはね、はい、これね、さて、じゃあこれからトップ5でしょうかね、トップ10でしょうかね、ご紹介します。ああ、ちょっともうちょっと今、そっちの、こっちの方がいいかな、これで5匹ですね。これいいですか、はい、サイズは何センチくらいあるかな、17センチくらいでしょうかね、うん、次の5匹、次の5匹をご紹介します、はい、これが次の5匹ですね。いい感じじゃないでしょうかね。肌とその肌の下にある白い肌の下にある墨が魅力的ですね。はい、次のじゃあ4匹ですね。これは、さて、じゃあトップ3をご紹介します。人の見方によっても違うでしょうけれども、今すぐいいのと将来いいのとまた2ついますけれども、明るい方がいいけど、どっちがいいか。そうですね。明るい方がいいんじゃないかな。明るい方がいいのかね。うん。どうですか。じゃあ明るい方持ってきます。はい、じゃあこれがトップ3です。ここにもう1匹いるよ。はい、じゃあこれがねトップ3ですね、うん、いいんじゃないでしょうかね。これが3番です。これがサードプレイスの鯉ですね、うん、はい、次、今の時点ではこれが2番です。将来はこれが1番になるかも分かりません。ちょっと分かりません、買ってみないと、ね、でこれが現在ファーストプレイスです。ナンバーワンですね。じゃないでしょうかね、これなかなか出ませんよ。これだけね、頭の入りもいいし、白地も随所に入っているし、墨もあると。お付けはきれいに切れているということでいいんじゃないでしょうかね。はい、じゃあ以上いいですか。はい、はい、以上終わりますね。終わり。